けます。あっ、あー、やってしもうた、やってしもうた。どうも、たくやです。 Mac Pro 買いました。やってもった前々から検討はしてたんですけど、ちょっと今日一日いろいろ調べて、決断して買いました。いくらやっけな、100じゃない、もっとしてる。合計で税込み215万円。すげえ何しとんねんって感じや。まあね、以前ブログでも売り上げは全部自己投資に使うっていうことを書いたんですけど、やっぱそれの一環ですね、これは。売り上げっていうのは、拍手ですと。もうユーザーさんからも映像もっとやれということ、メッセージがそのお金としてこうやってきてるわけなんで、それをもうなんかこう遊びとか、まあ、いわゆる浪費に使うのは、まあ、結局先細っていく方向に向かうことになるんで、そう、しかもそういう浪費は、まあ、誰にでもできるじゃないですか。お金の使い方として、まあ高いもんかいええ話なんで、そうではなくて、こうより長くよりよくプロジェクトを続け、自分の活動を続けていくには、そのためのお金の使い方っていうのはやっぱ難しいんですよね。で、やっぱその自分の活動をより助けてくれるものにお金を使うべきで、しかも会社員とか、いわゆる、まあ、人によるんでしょうけど、そのやらされてやる仕事ではないですよね。自分が好きで始めて、で、まあ、たまたまうまくいって、でそこからお金が来るようになったんで、その好きで始めたことをが自分の中の人生の中心なので、そこにお金かけんで、一体どこに金かけんねんと思うんですよね。で、まあ、ひたすらこう銀行口座のね、残高がこう徐々に上がっていくのを見て目つに浸のはいいんですけど、だから何っていうことじゃないですか。数字じゃないですか、ただの銀行の口座って。その数字が増えていって、そのある程度まで足したら何かあるのかって、別に何もないし、税金増えるだけやし、それやったら何かもっと有益なことにどんどん使うべきなんじゃないかなと。そんな貯めてばっかりじゃなくて、で思います。で、じゃあ具体的になぜ今回 Mac Pro 買ったのかっていう話なんですけど、僕は以前からもお話ししている通り、デザインからプログラミングから、まあプログラミングに関してはもっと言うと、デスクトップアプリをエレクトロンベースで作っていまして、でそのエレクトロンっていうのが、まあ、Mac と Windows と Linux っていう3つのプラットフォームで動くようにできてるんですね。だとしたら、その3つ のプラットフォームで動作確認も必要になってくるし、でそのために今どうやってそれをやってるかっていうと、この iMac で今見れるか iMac で、VMware っていう仮想システムで使って
同時に Windows と Linux を使ってます、 Mac 上で。でそのためにメモリも今増設してて、48GB だっけ、56GB でした、56GB 今してて、まあ一応これで耐えれてるんですけど、まあそういうこともやってます。でさらにモバイル版もあり、モバイル版はAndroid と iOS 版ですね、の2つを対応するために、X コードと Android Studio を使っていますと。で、まあ、こんだけでこれを同時にやろうとしたらかなりのバッシングパワーが必要になるんですよ。だからしゃあないから今は、使ってない、いや必要ない時だけこう個別にこう終了してっていうふうに、ね、こまめに切り替えてやってるんですけど、まあまあめんどくさいんですよね。で同時にやらないといけない時もあるわけですよ、たまには。で例えば不具合が急に出たとか、ちょっと動作確認したいなとか、あるいはここ気になるなと思った時にパッとこう表示できないんですよね。すぐ切り替えられないんですよね。いちいちこう VM 起動して Windows 起動するの待ってわーみたいな、そうやってるうちにこうもうやる気というか、今何考えてたっけみたいな、もうちょっと忘れちゃうこともあるし、でその切り替えですね、スイッチングコストがでかいと。でさらに言うと、もう こういうふうに今動画撮って YouTube も投稿するようになったん でそうするとファイナルカットも必要になってくるでしょ。でファイナルカットもまた遅いじゃないですか、こいつでっかいアプリですよね。でそれをやろうとしたらまたこう待つわけでしょ。で書き出しとかガガガガってやってるのもあってってなると、もうこれを一人でやるために俺についてくるパソコンっていうのはMac Pro しか今ないんじゃないかと。僕今ないっすよね。iMac Pro もだって2017年でしょ。であいつあれでしょ。今あいつって言って失礼ですけど、その次のね、リフレッシュ予定されてるのがなんか来年とか言われてるじゃないですか。ねデザインも一新されるかもとかって言われてて、でも来年まではちょっともうきつい、待てないって思いましたね。まあもう来年だろ、ちょっと先すぎるわと。もう結構こいつがこの iMac がもうかれこれほんと3年ぐらい使ってて、去年結婚とかしてちょっと式の費用とかそういうの必要だったんで我慢したんですけど、2019年版の iMac を購入することはちょっと我慢してて、でも今年はそういう大きな出費の予定もなく、まあちょっとコロナもあって、計画してた海外旅行とかもなくなっちゃったし、で今年はもう今年いっぱいは少なくとも海外にも行けないだろうなと。でそしたらまあそのお金も、まあ、浮くことになるんで、考えようによっては。でそういったお金とか集めれば、まあ払えんこともないなと、払ってもいいんじゃないかなと思えてきて、まあ高いですよと。そうは言っても俺いろいろやるけど、そこまでパフォーマンスいるみたいな疑問もあるかもしれないですね。でこれに関してはまあ主観なんで人それぞれだと思うんですけど、自分は結構ストレスでした。で普通はね、その例えばモバイルエンジニアがいて、デスクトップエンジニアがいて、バックエンドエンジニアがいて、デザイナーがいて、ね、プランナーかなんかしなきゃ、そういう人が別々にいますよね。でそれぞれがそれぞれのパソコンを持って、それぞれの環境で、作業してますよね。俺は全部一人でやってますと。ってなるとやっぱ要求されるものもそれなりに上がるわけですよ。まあ単純計算でその4人分のデザイナー、バックエンド、モバイル、デスクトップ、デザイナー、もう5人か、5人分のスペックが必要になってくるわけですね。作業スペース、メモリーですよね。いわゆる作業スペースと呼ばれるメモリーの容量もそれなりに必要になってくるし、って考えると妥当だよなってちょっと思えてきて、で自分が求めるよりも1段階か2段階ぐらい上のものを買っといた方が多分将来性も含めて、カバーしてくれると思うので、そういう面も含めてちょっと
ちょっと前のめりで選んでみたという感じです。だからまあ少なくとも2年3年は使っていくだろうと。まあ Mac Pro やし、なかなかアップグレードできるんで、ちょいちょい必要に応じて、例えばストレージとかメモリとかも増設していくんだと思います。そうですね、まあだからワクワクしますよね。もうこのイライラというか、このフラストレーションから解放されて、でもうクイックにアプリが切り替えられるって思うと本当に嬉しい。うん、辛かった。それがなくなるのはマジで楽しみだな、これから。だからもっとこれからいいものを皆さんにお届けできると思うと、マジで早くやりたいですね。皆さんお待ちください。楽しみにお待ちください。ちなみに構成はですね、Mac Pro、 買ったものは、Mac Pro 本体とで Pro Display XDR の標準ガラスを買いました。で、あとベサマウントアダプターですね。スタンドじゃなくて、あのベサマウントっていう共通の仕様のやつですね、規格のやつを買いました。だから別途これからそのベサのモニターアームを買おうと思います、 Amazon かなんかで。で Mac Pro の詳細なんですけど、なんだっけな、 Mac Pro 単体の値段は140万円でした、税抜きで。で構成は 3.2GHz 16 コアインテルゼオン W プロセッサー、 96GB DDR4 ECC メモリ、 8TB の SSD ストレージ、これ最大です。で、Radeon Pro の Vega 2 32GB HBM2 メモリ搭載という感じです。でも真ん中あたりですね、全部 CPU もメモリもグラフィックボードも多分オーバースペックですね。ちょっとビデオカードとか多分オーバースペックだとは思うんですけど、まあちょっとディープラーニングとかもやってみたいし、そのあたりで、復活できたらいいなと思いますね。あとそうで、なんでこれを選んだかというと、リアクトとビームのワークフローの動画を出した時に編集がむちゃくちゃ大変で、大変っていうのは処理が重いっていう意味で、ファイナルカットがもう本当にガッガッタガタで、もうまともに編集するのつらかったんですね。なんでかっていうと、手元の動画と画面の動画の2つをこう重ねるんですけど、 iMac ってすげえ綺麗じゃないですか、画面解像度が高くて。今回とか 6K でしょ、これ iMac 5K で、で画面キャプチャするとね、もうほんまにでっかい解像度の動画が撮れてしまうんで、それを編集するともうむちゃくちゃな処理量になっちゃうっていう問題があって、そういうのも快適にこれから編集できるようになれば、もっとそういうワークフロー系の動画も出せるのかなと思います。うん、そうですね。でそんな感じですね、用途は。言っていいか、構成の理由は、メモリーは先ほど話したとおり 56GB なんで、まあ、倍弱ですねぐらいになったという感じです。なので少し余裕を持った構成ですね。で、まあ、メモリーをなぜアップル純正にしたかっていうと、アマゾンでも探したんですけど、あんま値段変わらないですね。安いのもありますけど、なんか逆ちょっと不安じゃないですか、メーカーがよく知らないものだったりしてっていうのもあって、で、まあ、純正にしました。疲れた、今日一日使ってしまった。まあこれからもっといい仕事をできるように頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。以上。
以上、たけでした。またね。